ジゲモンボイスのコーナーです。すると猫は、ご主人様、そうがっかりしないでください。私に大きな袋と、南島原市で図書館ボランティアをしている相良利美さんが絵本の読み聞かせをしている様子です。図書館ボランティアとは、子どもたちに絵本の読み聞かせをするなど、本に関わるボランティア活動のことです。南島原市には20代から70代までおよそ130名の図書館ボランティアがおり、13のグループに分かれて活動しています。相良さんはその中の一つ、口の津図書館友の会に所属しています。自分たちでですね、作品を作る、体育館で見れるぐらいのペープスアートにしたりとか、大きな紙芝居にしたり、お話し会として小学校に持っていくんですよね。会員が25名いるんですけど、絵を描くだけならいいよとか、学校の読み聞かせには行けるけども、そういう大きいお話し会はいけないよとか、そういういろんなところでの活躍されて、全部が一緒に活動じゃないんですね。それぞれのできるところをしますっていう、すごく無理なくできてるかなと思います。ペープサートとは、紙人形劇のことです。皆さんも厚紙や割り箸を使って作ったことがあるかもしれませんね。南島原市8つの町にある図書館には、それぞれ友の会があり、保育園児や幼稚園児、また高校生にも絵本の読み聞かせをしています。きっかけは保育士をやってたので、子どもたちとずっと絵本のお話をしてて、子どもたちの笑顔がすごく素敵だったので、辞めてからもそういうのをしたいなって思ってたんですよね。口の津でも読み聞かせをされる団体があるっていうことで、ここに入れていただいてやってます、はい。図書館ボランティアの活動を始めて、子どもたちと触れ合うようになった相良さん。子どもたちに生きがいをもらっているそうです。保育園に行くと、また来てねって言われることがすごく多くて、で小学校もですね、お話し会で行くんです。すると、来年も来てほしいって言ってくれるのがもうすっごく嬉しくって、あ、来年もまた頑張ってこの子たちの笑顔を見るために作ろうね、来年はどういうものを持ってこようかっていう、子どもたちの顔が浮かべながら作品を選ぶ、会員さんみんな、皆さんですけど、楽しみにしてらっしゃるみたいです、はい。相良さんは子どもたちにある願いを込めて絵本を読んでいます。お勉強に使う本とかなってくると、子どもたち嫌になっちゃうんですよね。絵本っていうのを嫌がってくる時期があるので、絵本ってこんなに面白いんだとか、聞くことってこんなに心地よいんだっていうのがあれば、子どもたちにいい印象をね、与えてくれるかなって、お勉強だけじゃなくってですね、そういう感性を育てて、行きたいなと思います。私も子供が小さい時に絵本を読んでいましたが、自分が知っていたはずのお話でも大人になるとまた新たな発見があったりして、絵本っていろんな魅力があるなと思っていました。そして今ご紹介した図書館ボランティアが集結するイベント、お話カーニバル in 南島原が10月13日祝日の月曜日、南島原市有江町の有江コレジオホールで開催されます。時間は午前9時半から午後4時までです。小さい幼児さんたちのお部屋、小学生でも低学年と高学年に分かれて、という3つのお部屋に分かれてるので、行きたいところに行って聞けるっていうやつですね。中井貴恵さんが来られて、読み聞かせのことを話されて、音楽あり、読み聞かせありの会があるみたいなので、私たちも楽しみにしてます。お話カーニバルはウェブサイトもありますので、お話カーニバル in 南島原でチェックしてみてください。お問い合わせは南島原市教育委員会、電話 050-3381-5082 050-3381-5082 まで、どうぞ。